いやー、来期にかけたいところはあるよね。ノーミルサトでございます。今日は FC 東京データ分析会でございます。もう遺跡の話、これ12月25日になったところで、皆さんはこれよりもう数日後に聞いてると思いますけど、一つ、ちょっと遅いかもしれませんが、メリークリスマス 本当に日付変わってきっとね、いろんなご自宅にサンタさんがもういらっしゃってるところで、私はね、えー、動画撮ってるって感じなんですけれども、えー、今日はこの s c 東京データ分析会というところで、まあ、ラッキークーク、ええ、させていただきましたが、もうここはあの、小原自分が言ってるように、もう敵人侵入量問題っていうのがもうほぼ全てだと思いますので、まあ、データもこれからもうね、見ていただきながらいろいろ考えていただければと思いますけど、敵人侵入量です。問題は、 ということで、もう皆さん見ていただきましょう。今日もどうぞよろしくお願いします。えー、チャンネルく登録等々もちょっとしていただけると、えー、東京の話もそうですし、もちろん SC の方だけじゃなくてベルディの方もしていきたいと思いますし、街だって同じ東京のところもやっていきたいなと思いますし、なんなら他のね、国、他のリーグのこともやっていきたいなと思いますから、J1、J2、J3、そしてヨーロッパのリーグのことも、データ分析、遺跡の話、いろいろまとめていこうと思いますそれで、ぜひどうもよろしくお願いします。 いきましょう。データ回、こちら。まあ、左はちょっと適当にというか、まあ、下から上に東京で、まあ、上から下にもとりあえず赤白っていうところで、えー、敵が組んでみたって感じになっておりますけれども、まあ、データは右の方でございます。決定力のところから防止力のところまで合計16項目いろいろ載ってたりするんですが、上に行けば行くほど敵陣のゴール間に近い関連のデータ、下に行けば行くほど自陣ゴールに近いところの データとなっております。で、データ項目、評価、数値、順位、上はチーム中ですね。そして、今シーズンのリーグ最高成績のチームデータみたいなことを載せさせていただいております。評価の部分は上に行けば行くほどというか、P、SA、B、C、D、E、F、G ということで、一番下が G。一番上は本当は A とか S なんですが、それでもとんでもないデータがあった場合には P とか S とかってことを、えー、掲載させていただいております。f c 東京で言えば一番いいデータっていうのでは、えー、決定力かな。 その中でのシュート特定率っていうところが11.02%で全体のリーク5位だったよ。あとは防止力非枠内失点率というところが28.93%で、えー、まあ全体の8位だったよ。で、悪いところで言うんであれば、枠内にどれだけ打たれちゃってんの率で言うと38.59%でちょっと残念が18位の 正直、えー、G というのが一個ついてるのと、自陣ペナ封鎖ってところで F っていう、まあ、16位のデータが入ってたりするのかなというところでございます。まあ、ざっくり、エシドキョ、まあ、何が問題だったのっていうかって言われたら、まあ、結構難しくないかなと思っていて、まずオフェンスの方で言うんであれば、問題点は敵人ペナ侵入ですね。 えーまあな,んならアタッキングサード侵入に関しても、まあ、数値上は悪くなかったんですが、リーグ上の成績だとよろしくなかったのかなというところがあるので、まあ、東京ってチームを本当どう捉えるかだと思うんですが、アルベルさんだとかね、オフモフさんが今年は引きましたけど、やっぱりこう、東京をどっちで捉えてるかですよね、これ、サポーターの皆さんではどうなんですか あの、正直データ分析から僕その戦術分析みたいなことも結構やってるんですけど、お仕事的なものも含めて。なんか選手とか、このチームにこう、救ってる問題点の一つで言うんであれば、ポゼッションのチームなのかなってのだけはちょっと気になってるんですよ。これサポーターの皆さんどうなんですかね。まあでも、だから長谷川健太監督からアルベル監督に変えたわけでって、まあ本当数年前のこと言ってもしょうがないところはあり。 ますけどなんかカウンター系の選手が揃ってる気がするので、まあビルドアップカウンターってことを考えるなら、正直僕はレバー空前みたいなフォーメーションっていうかシステムやるといいんじゃねえのかなって思ったりするんですけど、まあ、やるかどうか分かんないので、ちょっとね、今度またレバー空前回はどっか別のところでやろうと思いますが、まあ、それはさておいて、まあ問題ってやっぱり敵陣にどれだけ入ったかですよ。だそれが数値が云々あるかもしれないけど、全体でも18チーム中15位、16位だもん。うん 敵陣に入った回数がちょっと足らなかったっていうのは間違いなくあると思います。ただ、そこまで入らなかったとしても、シュートは平均並みには打ててるのかなーってところもあり、そのシュートの決定率みたいなこと,と,ところが、神戸ほどではなかったけれども、神戸はね、めちゃくちゃ高かったんですが、ちょっと近いというか、あそんなに敵陣に入ってるわけでもない。別にそんなに敵陣でボール奪ってるわけでもない。 だし、シュートもそこまで打ってるわけじゃないんだけど、そのシュートが入っちゃうっていうその率の高さが良かった。要は、だから、ディエゴ・オリベイラ選手にまでとりあえず届けることができれば OK だったけど、そこまで届けられなかった時があまりうまくいかなかったのかなってところにはなってくるのかなと思っております。で、その時にじゃあ問題なんなのかって言われたら、結局、フォワードはある程度決めることができた上で、プラス、要は、 攻撃ってディフェンダーの方々がいわゆる攻撃の規定になってるわけじゃないですか。逆に守備の方で言ったら、確かにディフェンダーを守らなきゃいけないっていうのはあるかもしれないけど、フォワードがその守備の規定になるわけじゃないですか。ってことを考えたら、 オフェンス、特にフォワードに近い方々が見なきゃいけないところって一番上の決定力やその下の攻撃制度に関する合計6項目、プラス、あとは封鎖の一番上でディフェンシブサード封鎖ってところなんですけど、これ要は敵陣の中でどれだけボール奪えてたかとかっていう、 プレスだったり、まあ、ハイプレス、ハイブロック、ミドルプレスの合計数値みたいな感じになるんですが、ここら辺も C なので、まあ悪くはないんですよね。なんで、前線メンバーはある程度結果に残る仕事ができたシーズンだったってことは言えると思うんですが、ディフェンシブサードを封鎖するところまでは平均並みにできていたんだけれども、そこ仮に突破されてしまった場合で最終的に枠内シュート打たれるよってところまで行かれるケースが多かったのかなと。なんで、 自陣ペナがあまり封鎖できていなかった。で、シュートもそこそこ打たれた。で、それが枠内に飛ぶ率が異常なまでに、まあ、高くてというか、で、それにがあったので、まあ、クバ、もしくは野沢たちブランドンがある程度締めることはできたんだけれども、枠内に飛ばされるケースは多く、それで失点することもまあしばしばあったっていうところはあるんでしょうね。っていうふうになると、ボランチラインでの守備の、それこそブロック。 まあ、ミドルブロックって呼ばれるものとか、ロープレス、低い位置でボールを奪いに行くことができるのか、またはやっぱり先ほど言ったとおり、根気の方でも、前線にどれだけボールを供給することができるのか、前線のメンバーがどれだけ敵陣の奥つく角をつくことができるのかってところが問題だったわけで、組み立てだったり、あとはそのボールダッシュだったりってことを考えると、 課題点としてはセンターバックの守備ボールの供給力、ボランチのところでのフィルタリング、あとは前線の特に中央付近の選手でのボールの引き受け方みたいなところが課題だったのかなと思います。でもそう考えると序盤から新潟の甲高高弘選手、やっぱりボールダッシュに長けた選手を奪ってきたというので言うんであれば、 やっぱり、じゃあ中盤のそのフィルタリング機能ってところを改善していこうっていうのはあるだろうし、あとは前線というか中盤のところで、まあ荒木亮太郎選手のレンタル獲得に成功したってことから見ても、ボールの引き出し役が一枚増える。もし今後、松木玖生選手が海外に行くなんてことがなったとしても、この荒木っていうところである程度賄えるかなっていう想定算段はできるかなってところになってきたので、 もう、この二人の獲得だけで彼らがこのチームに馴染んでくれれば、このチームの能力値アップみたいなところは見込めるんじゃないかなとデータマン的には思っております。あとはなんで、今のところ何人かこのね、収録段階では更新みたいな感じで東京も出てたりしますけれども、 あとは、もう、このセンターバック、もしくは、じゃゴールキーパーに、じゃビルドアップ、組み立て任せるとか、もしくは、ボランチェラに任せるってことはあると思いますけど、あとは、センターバックに一枚、そういう組み立てにうまい選手を連れてくることができたら、これは、2023よりも2024の方が、全体に攻撃供給量が上がり、ディフェンスのところで、 で、止めなきゃいけない回数も減るってところがあるから、もっともっと得点にこう結びついていける、敵陣の方に入っていけるってことになると思うんですよ。それで利点率が高いって形になるので、おそらくそうなってきたら得点のところは1.24、1試合平均1点台だったところから、1.3、1.4クラスまで上がってくれるんじゃないかなと思います。ただ、忘れちゃいけないのとしては、そのうちでも何試合かちょっとかわいそうだったなと思うのが、 これちょっと違う、まあ見る若だとか、あと徹底予想チャンネルみたいなところで僕は話したんですけど、もう東京サポの皆さん覚えてらっしゃると思いますけど、あの、あれですよ、ゴールデンウィークですよね。あれはかわいそうだったわ。春秋戦だなろうが、秋春戦だろうが、多分こういうことってどのチームでもどっかのタイミングで起こると思うんですけど、福岡で試合やって、そこでいつも福岡とはちょっと相性良くないのかなって流れの試合はあるけど、その後でも中2日あったのってぐらいで今度北海道にまた遠征して、 で、残念ながら勝てなかったみたいなことあったじゃないですか。ああいうアウェイ連戦だとか起こるとちょっと、んーってのはあるだろうし、東京としてはホームだったら絶対得点したっていう、まあ唯一クラスのチームだったんですけど、ただ逆にアウェイに行くと半分ぐらいの試合で点も取れなかったってところがあるので、ちょっとだからアウェイの時の、まあいわゆるどのチーム、国内だろうが海外だろうが、ホームである程度成績出せて、 アベイでじゃあどれぐらい残せるか次第でこう優勝争いが変わってくるみたいなところもありますが、東京の場合もまたしっかりでホームはそこそこできたのは悪くなかったんだけど、アベイに行ったら半分ぐらいの角度で得点すらできなくなった。なんならシュート数も激減したみたいなところがあったので、そのアベイ、その夜る内弁経過してしまってるところを改善できる。それだけでも東京は来季、えー、戦績を伸ばすことができるんじゃないかと思います。なんで、そのね、今言った話の部分と、 前半でした話の部分と、両方ともを回転することができれば、東京はまあ、やっぱり1桁いけるんじゃないかなと思いますけど、ただ今年みたいに、組み立てビルドアップ、オポゼション。 みたいなところで、うんっていう風になるのか、やっぱり元から持ってるポテンショのとこ、ポテションえー、元から持ってるそのポテンシャルか、みたいなところか考えたら、やっぱりカウンター、俺は本当にね、バークーみたいな、もシャビやろ、そのサッカーを東京でも全開してほしいってのがあるんですけど、それはまたちょっとね、どっか違うところで話したいと思いますので、このデータ踏まえながら一体東京はコーチングスタッフ、どういう風ふうに力かそとして、残りの人選、どういう風なことやっていくのか、注目していただけたらと思います。 ということで、s c 東京のデータ分析会でございました。アイがどうなのか、注目でございます。さあ、東京。松木くんどうなるんだろうな気になる。小柏はくんはこの動画出てるときに決まってるのかどうなのか。ということで、野みる里さでした。またでございます。では。